こんにちは。沼津市文化財センターの原田です。今日は尾瀬崎の説明をいたします。戸田伊田地区から尾瀬崎にかけての陸地が駿河湾の荒い波によって削られ、削られた土砂が駿河湾の強い北向きの流れによって運ばれて堆積し、海に突き出した独特の地形を作り出しました。この岬には国の天然記念物に指定されている白神樹林、尾瀬神社、神池など多くの見どころがあります。白神の葉には珍しい特徴があります。こちら若い枝の葉は硬くて尖った形をしています。ちょうど杉の葉に似ています。このように触るとチクチクしてとても痛いです。しかしこちら成長した枝の葉は柔らかくて、このように触っても痛くない葉になります。ちょうどヒノキの葉に似ています。一つの木にこのような2種類の形状の葉があるものもあり、このように白神はとても不思議な樹木でもあります。尾瀬神社は縁起式という平安時代の法令集に記載される古く格式のある神社です。古くは引き手力の御事神社と呼ばれ、海の神として駿河湾北部の沿岸の漁民から崇拝されてきました。沼津から清水にかけての漁師たちは新しい船を作ると尾瀬神社に参詣し、船の模型を奉納、海上における安全と豊漁を祈願してきました。毎年4月4日に行われる祭りには、かつては沼津の西浦から内浦、静浦だけでなく、神原や由比、清水から大漁旗を飾り立てた多数の船が集まってきたそうです。毎年4月4日に行われる例大祭は尾瀬祭りと呼ばれ、その独特さから天下の奇祭として知られています。女性の長襦袢をまとい、顔を白塗りして女装した青年たちが船の上で笛と太鼓の囃子に合わせてにぎやかに踊り、大漁や海の安全を祈願します。なぜ女装するかはよく分かりませんが、神社がお祭りする神様が男の神であるため、女性の格好をして喜ばせるものだとも言われています。一時期祭りは小さくなってしまいましたが、現在は主に内浦港を舞台に盛大な祭りが行われています。尾瀬崎は白神というヒノキ科の樹木が100本以上も群生しているとても珍しい場所です。白神を見てみると肌は白っぽく、幹や枝がねじれているのが大きな特徴です。この白神は庭木にも利用されているイブキと同じ種類ですが、松と同じように土の養分が少ない砂浜などでも育つ樹木です。しかし白神が成長するとその葉や樹木を養分として他の樹木が育ち、白神は次第に衰退してしまうそうです。尾瀬崎には他の樹木に負けずに白神の巨木が群生している光景が遥か昔から続いており、全国的にも極めて貴重ということから国の天然記念物に指定されています。この白神は尾瀬神社の御神木で、樹齢は1000年以上とも言われています。四方に広がる根が地面をしっかりとつかみ、途中で2本に分かれた太い幹がねじれながら天に向かって伸びています。枝も海岸の強風によって複雑な形をしながら空を覆うように広がっています。この御神木は2つの木が仲良く並んで立っているように見えることから、
夫婦白神とも呼ばれています。この地域には何度も津波や山火事がありましたが、それを生き抜いて今にその姿を伝えています。おせ崎の先端には長さが100メートル以上、幅が最大で70メートルほどの淡水の池があります。ご覧のように海にはいないはずの鯉が生息しています。海からはわずか30メートルほどしか離れていないのに淡水の池であることから、伊豆の七不思議に数えられています。古くは火山の噴火口の後に水が溜まったものと言われていましたが、地元の人たちによれば海の潮の満ち引きと連動して池の水も満ち引きするという話で、池の底は海とつながっている可能性があります。海とつながっているのに海水と淡水が混じり合わない、とても不思議な池です。おせ崎の南にやってきました。伊豆半島は何百万年前には南の海の海底でした。それが日本列島にぶつかり、徐々に陸地化し、大きな火山が噴火して今の伊豆半島を形成しました。今私がいるところ、ここはおせ崎火山の火口口になります。おせ崎火山の南火口はちょうど今のおせ崎にあった火山の噴火口の跡です。ここでは火山が短期間に何度も噴火した痕跡を観察することができます。向かって右側には縦方向に石の脈が見えます。ここから左に向かって斜めに薄い石の層が続いているのが分かりますでしょうか。先ほどの右手側の白い石のところが火山の噴火口で、ここから吐き出されたマグマが下に流れていって固まったのが、この私の後ろにある石の層です。硬い石の層の上には細かく割れた石がたくさん集まっているクリンカーと呼ばれる層があります。これはマグマの表面が空気に触れて冷やされて固まった破片が集まった層です。この岩石の層とたくさんの石の塊が固まった層、これが何層にも重なっていることから、この層の数だけ火山が噴火したことがわかります。このように噴火口の跡を触ったり間近で見れる場所は他に滅多にありません。